皆さんこんにちは。今回は2024年日本橋エリアのイルミネーションをお届けします。日本橋エリアでは2つのイルミネーションがスタートしました。コレド室町付近の日本橋イルミネーション2024心躍る日本橋、そしてもう一つは日本橋桜通りの東京イルミリアです。まず最初にコレド室町付近の日本橋イルミネーション2024心躍る日本橋です。こちらはコレド室町テラス西側です。コレド室町テラスの東側にも行ってみます。こちらのイルミネーションは2024年11月1日から早々とスタートしました。このイルミネーションのコンセプトは心躍る日本橋ということで、いつの時代も人々が楽しい気持ちになる日本橋でありたいという願いが込められているそうです。約20万球のイルミネーションは暖かなイエロー系の光です。マンダリンオリエンタル東京の前も綺麗ですね。まだクリスマスには1ヶ月半以上ありますが、クリスマスが近づいたらコレド室町テラスの大屋根広場にクリスマスツリーも登場するそうです。楽しみですね。私はクリスマスイルミネーションが大好きで、去年も YouTube の取材を兼ねてあちこち行きましたが、また良い季節がやってきましたね。私はこういった日本橋や丸の内のイルミネーションが一番好きなんです。凝ったイルミネーションも話題性があって面白いですが、やっぱり街路樹いっぱいに単色の小さな明かりが灯っているのが一番綺麗だと思っちゃいます。さすがに先週まで半袖を着ていたくらいなので、まだ人が少ないですね。この左手はコレド室町テラスです。日本橋三井タワーのビルも綺麗ですね。こちらのイルミネーションは2025年2月14日まで3ヶ月半続きます。点灯時間は17時から24時のようです。ちょっと日本橋三越を覗いてみます。かわいいクリスマスツリーがありました。ゴディバの前も綺麗ですね。藤棚のようなイルミネーションです。続いては東京イルミリアです。こちらは本日11月6日18時が点灯式です。日本橋プラザビル前で今から式典が始まります。ただいまより東京イルミリア2024の点灯式を始めさせていただきたいと思います。東京イルミリア2024、それでは点灯いたします。お願いします。5つのボタンが押されました。おー、美しく点灯しました。点灯式というのはやっぱり感動的ですね。結構たくさんの人が集まっていました。以上で東京イルミリア2024の点灯式を終了いたします。というわけで今回は日本橋エリアのイルミネーションを速報でお届けしました。これから12月にかけてどんどん東京ではイルミネーションがスタートしますので、順次その様子をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。